12月20日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。12月も20日ですね。もう早い。あと、もういくつ寝るとクリスマス。はい、クリスマスにはプレゼント、ミュージックソングありますよ。ああ、ぜひお聞きになってください。さすがですね、日本放送アナウンス室長。はい、愛車精神に満ちてますね。募金もお待ちしております。断るごとにこうやって、はい、番宣を入れていくという。今年は久保しおりさんがメインパーソナリティでございます。素晴らしい。ところで、そんなクリスマスに何が欲しいですか。プレゼントで欲しいものは何ですか。プレゼントですか。はい、自分なんだろうな。プレゼント、私ね、プレゼントにはいろいろ思い出がありましてね。 うちのバカ息子パート1が子供の頃に、はい、サンタさんに何をしみたいな聞くですよね、はいはい、うん、一般論として、はい、うちのバカ息子パート1は、馬って言ったんです。馬ってあのぬいぐるみ、うん、本物。どうして。いや、本物の馬はお家に入らないし、うんちも大きいからやめた方がいいんじゃねえかみたいな。なんで馬だったの。バカ息子パート2, パート2、はい、これクリスマスじゃなかったんですけどね、うん、クリスマスじゃなかったんですけど、ある時に、うん、大きくなったら何なのってバカ息子パート2に聞いたんですよ。大きくなったらサッカーボールって。いや、サッカーボールにはなれないと思うな、お父さん。発想豊かな息子さんで。パート1、パート2。いや、なんでそんなことを思い出したかというとですね、この間鹿児島空港行ったんですよ、はい。何も考えずに鹿児島空港歩いてたら、はい、ああ、クリスマスが近いなと思ってですね、高さ5メートル前後のツリーが、まあ今もうツリー街角いっぱいですよね、この辺でも綺麗なツリーが出てますよ。ショッピング街とかなんとか、いろんなお店のディスプレイでクリスマスツリーあるじゃないですか、はい、うん、鹿児島空港の真ん中にですね、5メートルぐらいのクリスマスツリーが立ってたんですよ、何の変哲もないクリスマスツリーなんですが、そこにですね、なんだろう、これ何と、とにかくね、私思わず立ち止まったんです。で、私が立ち止まっただけじゃなくて、スマホでずっと写真撮ってる人が結構周りにいてですね、なんだろうと思ったら、はい、これが不思議なんですよ。クリスマスツリーの飾り物ってあるじゃないですか。うん、まあ、金色の玉みたいなやつとか、うん、緑色の玉であるとか。ね、いろいろね。ね、うん。そうじゃなくてね、いろんな、例えばトナカイであるとか、まあ、プレゼントであるとかが、そのクリスマスツリーのあちこちに、立体映像で見えるんです。これどういう仕掛けになってんだろうと思って、何にもないところに絵がバーンと浮かび上がるんですよ。それがね、5メートルぐらいのクリスマスツリーのところに7つか8つか、わーっとこうあって、それがまあ、まあ、プレゼントがバーッと見える。それがぐるぐる回転して大きくなったり小さくなったりとか。ツリーは普通のツリーなんです。ツリーは普通のツリーなんです。一体これはどうなってるんだろうと思って、私しばらくこうやって見てたんですが、うん、みんなスマホで写真撮ってるんですよ。だから多分ね、はいはい、鹿児島空港クリスマスツリーでネットで検索したらいっぱい画像が出てくるはずです。有名なんですね、きっと。これが、もうとにかくわかんなかったんですよ、だって何にもないところから立体画像が出てくるわけですよ。それはいろんな立体画像が出てくるわけですよ、はい、これはどういう仕掛けになってんだろう。プロジェクションマッピングみたいな。もしかしたら、いや、プロジェクションマッピングじゃないんです。じゃない。まあ、ね、よく最近見てこれ一体どうなってるんだろうと思ったのが、うん、ネタバラシでごめんなさいなんですけども、はい、ネタバラシでごめんなさいで、本当にネタバラシでごめんなさい。はいはい、いや、大丈夫じゃないと思いますが、もうこれ以上ダメだと思ったら止めてくださいね。ストップ。まだ一言も喋ってないんですけど。ちょっとね、はい、どうぞ。ディズニーランドのですね、美女と野獣見に行ったことあります？あります、あります。あ、ディズニーランドの美女と野獣で、未だに仕掛けがわかんないんですけど、野獣が王子様に変わる瞬間っていうの、
知ってます？あー、まあ、最後から2番目ぐらいの部屋なんですけど、まあ美女と野獣だから、ストーリーとしては美女と野獣ですね。で、バラの花があって、いろいろこうストーリーが展開して、一番最後に当然美女と野獣のストーリーは、これはもうネタバラシしてもいいでしょう。あの野獣が王子様に戻るわけですよ。ところがですね、その野獣が王子様に戻るんですよ。そのアトラクションの中でパーンと戻るんだけど、なんでこれ戻るのと。昔のディズニーランドの初期の頃のホーンテッドマンションのホログラフで亡霊が喋ってるところなんかは、なんとなくこう仕掛けがわかるような気がするんだけど、美女と野獣の野獣が王子様に変わるところの仕掛けがわかんないんですよ。これは本当に未だにわからないんです。これ結論出ません。結論出ません。だけど、鹿児島空港のホログラフはいろいろ調べたらわかりました。あ、今、個性作家の方がですね。本当だ。かわいい。動くんですね、それ。動くんですよ。これ不思議でしょ？本当不思議なんですよ、これが。不思議、本当面白い。これがね、私、そばで見ててもどうやってこういう仕掛けになってるのかがわかんなかったんですけども。面白い。わかりました。今はわかってます。ちょっとラジオっぽく。それどういう風になってるかというと、これはもうネタバラシしてもいいと思います。あのね、3D ホログラムっていう技術があるんですよ。その 3D ホログラムって何かというと、まあ、例えば、30センチぐらいの大きさのものを立体画像で見せようとすると、30センチぐらいの細い棒みたいなものが、LED がいっぱいついている棒が高速回転するんです。はい、その LED が高速回転しながら、人間の目は残像が残りますから、はい、要するに棒が割り箸のでかいみたいなやつが急激に見えない速度で回転してるだけなんだけど、そこにこの、それがで映像が見える。映像が見えるようになってて、だから実は回転板を見てるんだけれども、近くで見ててもわかんないんです。すごいですね。すげえな、この仕掛けと思って、いろいろネットで検索したら、はい、個人でも買えるということが判明しました。満単位ですけども、はい、満単位だから、とても買えない値段とかじゃないわけですよ。気合を入れれば買えるぐらいのもので。ちょっと辛坊さん買ってきて見せてくださいよ。だから私ね、大阪の家の玄関先に、なんか、この 3D ホログラムでクリスマスの期間中、ぐるんぐるん回して、いいじゃないですか。絶対歩いてる人、足止めますよ、あれ。みんな集まりますよ。どういう仕掛けになってんだろう。そこで公園の宣伝するとかですね。新刊の宣伝するとか。まあ、抜かりない。これ、でも結構使えるな、これは。面白いですね。その一昔前は、街歩いてたら、路上に店の看板みたいなやつが照明で映るやつあったじゃないですか。はいはい、あれもちょっとびっくりしましたけど。あれも最初に見た時びっくりしましたけど、あ、なんだ、上から照明で、要するに店の看板みたいなやつを、店のタイトルみたいな名前みたいなやつを、路面に映してるんだなと、仕掛けが分かっちゃうとそれだけのことじゃないですか。ところが 3D ホログラムはね、仕掛けが分かった今でもびっくりしますよ。あれこれどうなってんだと。ねえ、なんかちょっとアニメの世界に入っちゃったかなみたいな雰囲気にもなりますよね。ということで、ディズニーランドの美女と野獣の野獣が王子様になる仕掛けが、高度な仕掛けなんですよ。いや、どういう仕掛けだか分かんないんですけどね。仕掛けじゃないんですよ。本当に変わるんですよ。そうだったんだ、はい、じゃあ絶対 LG の話しましょうか。いや、私初めて美女と野獣に行った時にですね、ですですそこの部屋まで行った時にアトラクションが止まったんですよ。いやいやいや、それはね、これは驚きましたね。魔法の世界でちょっと ね、 そね、だから野獣が王子様に変わった後だったんですよ。だから王子様と、彼女はずっとダンスはしてるんです。ずっとダンスが続いてるんだけれども、だからそのアトラクションのその部屋でアトラクションが止まったんだけど、はい、見てたんですよ、ずっと。そしたらね、こうスマホ取り出して、はい、こうなんか撮ろうとするじゃないですか。あれ、絶対僕なんかやらないんですけど、他のお客さんがやってるわけですよ。あ、これは、まあアトラクションの中でスマホ撮るのはマナー違反だから、そうですね、これはやらっちゃいけないだろうと思うんだけど、係官が止めないんですよ。これ後で聞いたらですね、はい、関係者に、はい、こちらの問題でアトラクションが止まったんで、基本正常営業してる時の内部はご遠慮いただきますけれども、アトラクションが止まっちゃった場合には、
いや、こちらの責任で止まってるわけだから、お客様がそうで何をするかについて、我々が何かを言う立場ではないっていう。そうなんだと。心が広い。さすが夢の国だなと。さすがですね。はい。ああ。いうことで。ああ。何の話何でしたっけ ?3D なんとか。そうじゃないです。私が一番言いたかったことはですね。今子供たちがサンタさんに願い事をするタイミングなんですけれども、ちょうどその時期ですもんね。子供さんたちもさ、忖度しながら願い事しようよ。馬とか言われてもサンタさん困っちゃうから、ほら。いやでもお父さん買って差し上げればよかったのに。馬、イギリス貴族じゃないんだから。ね、イギリス貴族だったら馬か、うん、分かった分かった。でもそのうちの鬼は走らせとけみたいな、ね、もしくはほら競馬馬みたいな早尾馬さんが欲しかったのかもしれないですしね。 それでその年のサンタさんはですね、うん、悩んだと思うんですよ。悩んで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 挙句 GRA のカレンダー。本当ですか。本当です。まあね、はい、馬に間違いがないだろう。いないですよね、はい、以上でした。まあ、無邪気な、ね、お子さんの願いにね、サンタさんなるべく答えてあげてください。将来何になりたい。サッカーボール。どうしたらいいんだよ親は。無理だろ、サッカーボールにはなれないだろそれは。それはどんだけ頑張ったって叶えてあげられなってほしくもないし。確かに確かに、まあ可愛いエピソードいっぱい生まれますよこのシーズン特にね。そうですね、はい、良いクリスマスをお迎えになってください。さあズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には月1レギュラーです、航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんに年末年始の旅行お得情報を伺います。5時台は小泉法務大臣が二階派に退会届を提出し受理されるというニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。このオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなど送ってください。メールは zoom@1242.com。 番組の感想など旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。で今日の5時26分頃にお送りする予定のズームオンミュージックリクエスト、お題はいかがいたしますか。将来何になりたいかと子供に聞いたときに、サッカーボールと言われたときに聞きたい曲。将来何になりたいかと聞いたときに、サッカーボールと子供に答えられたときに聞きたい曲。はい。なんか浮かびました。何もこれはそうでしょ、言ってる私も全く何も浮かばないんですけど。でもラジオ聴きの方いつも果敢にチャレンジしてください。サッカー関係の曲は結構あるか。サッカーに絞ればね。あ、ちょっと頑張って見ていただいて、はい、よろしくお願いします。選曲の理由も書いて、はい、zoom@1242.com でお待ちしております。聞きたいのはそうだな、この間亡くなったかんちゃんかな。またそうやって誘導する。いやいや、私ね、カンさんの曲好きだったんですよ。カンさんのラジオが好きでね、結構ね、はい、カンさんとね、それからなんだっけ、かなめさん、根本かなめさん、うんうんうん、スターダストレビュー、はい、スターダストレビューの根本かなめとカンさんがラジオやってたんですよ、ずっと。これが結構面白くてね、私ファンだったんですけどね。そうですか。はい、亡くなられてしまってですね。まあね、もう聞けない、残念ですけれども。はい、全くです。はい、何でもいいですよ。誘導に惑わされず、いいですよ。本当に何でもいいんですから。お待ちしておりますので。大丈夫ですよ。ズームアットマーク1242.comまでお願いします。さあ、では続いては、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて456円55銭高い 33,675 円94銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 15.57 ポイント高い 2349.38 で取引を終えました。円相場は1ドル143円60銭付近で取引されています。東京市場の円相場は底堅い展開となりました。序盤に144円台へ下落しましたが、アメリカの長期金利の低下で円買いドル売りに傾きますと143円30銭台へと上昇しました。
昨日の日銀会合の決定を受けて早期のマイナス金利解除の観測が後退したことから円が売られやすい地合いとなっています。ただアメリカ連邦準備制度理事会による早期利下げ転換への思惑からドルの上値も重い状況です。そうしたことから今日の海外市場では方向感が出にくい相場展開となるでしょう。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。気象庁によりますと、明日から日本付近の上空に真冬並みの寒気が流れ込み、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となる恐れがあります。ダイハツ工業が安全性を確認するための衝突試験で不正をしていた問題で、これまで判明していた6車種から現在生産しているほぼすべての車種で不正が行われていたことが分かりました。ダイハツは国内外のすべての車種の出荷を停止する方針です。ダイハツの不正を調査した第三者委員会は新たに174の不正行為を認定したと発表。一番古い不正は1989年でした。企業向け保険の見積もりをめぐり、損害保険大手4社が価格調整を意味するカルテルを結んだとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を行いました。日銀が発表した資金循環統計によりますと、国債の時価ベースでの発行残高に占める日銀の保有割合は、9月末時点で 53.86% となり、過去最大を更新しました。警視庁保安課は、東京歌舞伎町の大久保公園周辺で、売春のための客待ちをしたとして、今年1月から昨日までに、売春防止法違反の疑いで現行犯逮捕した女性が140人に上ったと発表しました。去年のおよそ3倍です。冬季オリンピック・パラリンピックをめぐり、札幌市は昨日、今後の招致活動の停止を正式に表明しました。アサヒビールは国産ウイスキー54品を来年4月の出荷分からおよそ 7% から 62% 値上げすると発表しました。竹鶴ピュアモルトの 700ml は4950円から7700円になります。4950円から7700円ってすごい上げ幅だよね。上がりますね。これはまあ、アサヒビールで竹鶴ということなんで、実は私がちょうどエジプトに行っていて1ヶ月前にサントリーのウイスキーが値上げになったという話が、はい、響きとかね、はい、あの時いくら一番高かったのがですね、ニュース原稿の中にあった一番高かったのが、はい、サントリーが扱ってるザマッカランっていうね、うん、世界三大ウイスキーのうちの一つだと思いますが、うんうん、ザマッカランの30っていうやつがこれまでが税別35万1360円だったものが55万円って、ウイスキー1本55万円、ところが55万円出しても買えないんですよ。ザマッカランの30って今ネットで調べたらですね、下手すりゃ100万前後しますね。そうなんです、まあ、いろいろあるんですけど、それで言うとね、ちょっとしたエピソードがございました。なんかちょっと悪そうな顔してます。いやいや、背景にあることまで喋ると時間がかかりすぎるんで、簡単に言うとですね、つい先週末、全日空のマイルを稼ぎに東南アジアをこうずっとぐるっと回った時に、はい、最後あまりにしんどいからエコノミーで待ってたんですが、うん、最後の区間はビジネスクラスにしたいなとか思ったわけですよ、でビジネスクラスだといくらだろうと思って調べたら、うん、まあ、そこそこの値段だったんで、で昨日までむっちゃ体調、今日もまあ引き続きあんまり良くないですけど、昨日一昨日最悪だったのはですね、まあ、お疲れになってましたよね。結論から言うと、もともとの予定通りエコノミーで帰ってきたんですが、はい、それでいくら一体これで節約できたんだろうとか、別に節約できたわけじゃないんだけどもそんなこと考え考えたんです。それで差額がいくらっていうのが出たんで、使おうと、あ、なるほどね。そこで差額が出たから、使おうと思った時に、はいはい、何が欲しいかなと。で、使いたいものってそんなにないわけですよ。浮かんだのが、あ、ウイスキーの高いやつと思って。
マッカランはさすがにね、55万円で定価で、定価っていうか希望小売価格で、実際市場価格は100万円前後なんで、マッカランの30年は手が出ないんですが、バランタインの30年っていうのがね、うん、まあ割と私が想定していたぐらいの値段で、最後に立ち寄ったハノイ空港の免税店で売ってたんですよ。ほいで、安いのか高いのか分かんないけれども、まあこのぐらいの値段だったらいいかなと思って、買ってきて、買ったんですか、はい、はい。バランタインの30年を買ってきて、日本に帰ってきてから、はい、ネットでいくらぐらいで売られてるんだろうと思って調べたら、ハノイの免税店よりはるかに安く売ってて、すっげえショックだった。これ痛恨のミスですね。だって一昔前は、免税で海外からウイスキーだったら3本まで持ち込み可能ですみたいな、はいはい、昔海外旅行行って帰ってくると、うん、必ずタバコ2カートンに、お酒3本も抱えてきたって、今そんなことする人いないですよね。うん、いない理由がよくわかりました。免税店で買うのが安くないんです。円安のせいもありますけれども。はいはい、ね、そんなことで悔しいから、うん、もう一本買っちゃいました。あら、じゃあそれをズームの忘年会とか新年会でみんなで開けて。なるほどね。さて、ね、トップ項目ですが、ダイハツの不正ですが、うん、これ内部告発らしいです、はい、で内部告発じゃないとなかなか分かりにくい不正で ですね、うん、いろいろこう不正があるんですが、ロッキーとライズ、ダイハツブランドだとロッキーなんですが、うん、ほぼ同じ車で、要するに名前だけ書き換えたような形で、トヨタのライズっていうのと、はい、トヨタのライズとダイハツのロッキーは同じなんですが、うん、衝突検査っていうのをやらないといけないんですよ。ね、衝突検査。で、衝突検査にもいろいろあって、側面を一定角度でぶつけるっていう、で、電柱に斜めから当たった時を想定してぶつけるっていう試験をやらなきゃいけないんです。はい、なかなか大変ですね。だから運輸省、今は国交省かの型式認定取るためには、そのデータ全部出さなきゃいけないんですよ。だから中にダミー人形を乗せて、側面衝突っていうやつで電柱に見立てたポールに横をわざとぶつけるわけですね。で、どんな不正やってたかというと、本来は試験は助手席側と運転席側と右と左で両方やらなきゃいけないんだけども、片側だけやって、そのデータをもう片側にコピペして、みたいな。コピペ、完全にコピペだとバレちゃうから、ちょっとぐらいはデータいじってたのかもしれませんけれども、こんなもん内部告発じゃなきゃ絶対バレないですよね。わかんないですものね、外からじゃ、うん、だからこういう検査ありましたって、だから全ての検査に国交省の役人が、関わってるわけでもな、多分ないんでしょう。だからデータ出てきて自動車会社が出してくるデータだから信用してたということなんですけども、そういうことをなんでやってたかというとですね、費用の節約というよりは、はい、どうもやっぱり納期の短縮をいろんなところで迫られて、両方で検査 やらずに、片っぽだけの検査のデータをもう片っぽ側に流用するみたいなことを長年やっていたということが内部告発で今回バレましたと。でも長いですよね、89年。そう、89、だから30年以上ですから。ということで、そういうことがもうないよということが、確認できるまでは、ダイハツ全車種生産中止、これ結構影響大きいですね。大きいですね。はい。あ、出荷停止か。あ、そうです、ね。全車種出荷停止らしいです。12月20日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、こんなメールをいただいております。はい、ありがとうございます。徳島県の鳴門市からハイポジカセットさん、40歳男性の方ですね。ほうほう、初めてメールします。ありがとうございます。3時半になってから毎回ラジコで拝聴しております。恐縮です、ね。この1週間、北海道、新千歳から札幌、旭川、帯広、札幌、新千歳というふうに旅をしています。すごい。新千歳空港は平日でも人、人、人、特に海外の方が多くいました。旭川、帯広は日本人と海外の方、半分半分と感じました。札幌の某有名百貨店や有名なお菓子店でのアルバイト女性、学生の方が英会話で対応していて衝撃を受けました。あながちインバウンド需要も日本の景気にはいいのかと思いました。
本日の鳥海さんのコーナー楽しみにしております。鳥海さんおすすめの北海道でのスイーツ、ソフトクリームなど紹介をお願いいたします。あ、ね、そういえば、はい、鳥海さん最新情報で私の手元に何か資料があったぞ。あ、今日の午前中、はい、羽田空港新千歳空港を往復してらっしゃった。そうそうそう。え、今日の午前中？今日ですよ。今日の午前中、羽田と新千歳の間を往復？そう。なんで？いや、ちょっと聞いてみましょうよ。そうですね。この後ご本人が出てらっしゃいますから。この後ね、ズームにご出演ください。だって今日の午前中ってことは何？半日で、そう、羽田と北海道を往復。いや、もうお忙しいと思っておりますけれどもね、本当にね、あっち行ったりこっち行ったり。そうですね。ね、移動距離数。もうなんか痩せる思いでしょうね、きっとね。きっとね、痩せ細る思いですよ。でもあの取材先で美味しいものもたくさん召し上がったり、取材先でソフトクリーム食べたりするわけだね。そうそう、なんかね、お肉を食べている写真がね、あの X に上がってましたけれども、満面の笑みで美味しそうでしたが、はい、この後お迎えしますんでね、ちょっと聞いてみたいと思います。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ズームオンミュージックリクエスト。今日のお題は、子供に将来何になりたいかと聞いて、サッカーボールと言われた時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて一緒に お願いいたします。さあ、この後は月一レギュラー、航空旅行アナリストの鳥海高太郎さん登場です。日本放送ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。年末年始の旅行動向調査。JTB が発表した12月23日から来年1月3日までの年末年始の旅行動向調査によりますと、およそ58万人が海外旅行を予定しています。1人当たりの海外旅行費用は22万2000円となる見通しで、旅行先はハワイが最も多い 17.3% を占め、次いで韓国 16.7%、東南アジア 14% です。また国内旅行は2800万人と予想されていますが、1月6日から8日の3連休にシフトする人もいると予想されています。1人当たりの国内旅行の平均費用は4万1000円で過去最高になりそうです。さあ、お待たせいたしました。月一レギュラー、航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかむっちゃそうなんです。今日はあの先ほどちょっと出てきたけど、あの北海道新千歳空港に今日日帰りで午前中行ってきまして、お忙しい、はい、現地滞在3時間で空港から出なかった。そこでちょっとね、辛坊さんと増山さんにですね、一番この新千歳空港で一番人気の美瑛のコーンパンっていうのがありまして、だから要するに、うん、アンパンのあんの代わりにトウモロコシが入ってる感じですよね。すごいですね、これ。これね、水と砂糖一切使わずに、美瑛産のスイートコーンの水分と甘さだけで焼き上げた贅沢なパンで、一日何回かしか焼かないんですけど、もう、だいたい2時間待っても買えない時もあるし、今日はね、50分、3時間滞在50分並んで買えた。1時間以内ならもう本当にいいんですけど。ありがとうございます。はい、ご紹介したんですが、鳥海さん、今日午前中に羽田と新千歳の間往復されたと、伺ったんです、はい、何しに行ったんですか。今日ですね、あの北海道国際航空、昔の北海道国際エアドゥってありますよね、はいはいはい、エアドゥが今日で就航25周年なんですよ。1998年の、12月20日に就航して、うん、でまあ、25周年の記念のフライトをやるということで、まあ、制服も4台あるんですけど、まあ、4台制服着て、それでちょっと、まあ、あの記念グッズを、まあ、配布したりとかっていうで、まあ、セレモニーがちょっと新千歳であったので、ちょっとそれを、うん、その便の取材と、まあ、空港のセレモニーの取材と両方で、で、帰りもちょっとその特別フライトで、あの、白い恋人も今日は無料で配られたっていう、コーヒーと白い恋人で帰り帰ってきたっていう感じでしたね。もう、今日のこの仕事の前に、羽田と北海道往復って、しんどくないですか？いや、別にそんなに、僕ももう羽田空港までだいたい自分の車で行ってしまうんで、はい、まあ20分25分で行けるところなので、
それで、羽田戻って、一旦自宅帰る時間あったんで、帰って、それで今ここに到達したっていう感じですけど、どうですか？美味しいですか？おかげで私はこの美味しいパンをいただけるんだよね。焼きたてを、ちょっと、これ賞味期限もう明日までしかないので、すぐに渡せる方じゃないとダメっていうのと、もうこれはもう知ってる方はもうみんな知ってるっていう、もうすごい有名なもので、もう、これ5個入りで1500円なので、ちなみに今1個300円です、これ。どうですか、1個300円の値打ちはありますね。うん、そうなんです。まあでも300円っていうか、これ、まあ買えないっていう問題がそもそも論。お金というもの以上に。もっとたくさん作って売りゃいいじゃないですか。いや、もうやっぱりその焼く場所が限られてて、そこでしか焼かないっていう、やっぱそのこだわりがあって、やっぱり並んで買うから、まあ価値があるのかなっていうところも含めてですけども、これは朝8時からお店やってますので、まあ、早朝から並んでいただく。まあ、何時間かおきに一応焼き上がるので。新千歳にあるんですか？私何回も行ってるけど気がついたことないですね。出発と同じフロアですね。レストランが3階とかにあって、その1個下2階のお土産屋さんがいっぱいあるところの、あるある。まあ、ちょっと真ん中ら辺のちょっと右ぐらいとか、はい、ところにありますので。並ぶ覚悟で美瑛のコンパンちょっと調べていただければと。よし、今度行ったら買ってみようと。そうですよ、なるほど。今度行ったらはいいんですけどね、私去年一昨年その前かコロナの間中割と北海道旅行が安く行けたんで、北海道のゲレンデは全部回るぞと思って、スノーボードに出かけていたんですが、なんか去年、いや今年の夏ぐらいからなんか札幌のホテル全然取れないとかいろんな話が出てたじゃないですか。今大丈夫なんですか？はい、いやーちょっと僕雪まつり行こうと思って見てたら2月のその時期もう2万円超えが結構普通にシングルでもあったり。一泊二万円ですね。まあ、一泊二万円でもホテル取れりゃマシですよね。今、世界のホテルの値段からすれば一泊二万円は安いですよ。まあ、そういうことにはなるんですけど、でも高いかなっていうか、やっぱりビジネスホテル1万円超えたらちょっとやっぱ高いなと思うじゃないですか。まあ、そうですね。でも年末年始はね、意外とホテルは空いてるかなっていう感じ。札幌市内はですね。あ、そうですか。そんな感じはありましたね、見てて。はい。どうなんですか？インバウンドで外国人の方って、いや、今日ね、さっきなんかコメントされてた方いらっしゃったと思いますけど、はいはい、もう半分ぐらい外国人じゃないかなってぐらい、新千歳空港も、もうアジアの方がやっぱり押し寄せてるかなっていう感じですよね。なんでなんですかね。まあ、東南アジアは雪がないから、雪のある北海道って珍しいっちゃ珍しいですね。そうです。だけどね、一番インバウンドどこがすごいかって言ったら、僕ちょっと2週間前に行った関西空港ですよ。やっぱりあそこがダントツで多分日本で一番外国の方を見ることができる場所は関西国際空港だと思います。やっぱり京都ですかね。京都に目指してっていうのと、やっぱあと LCC とか海外の航空会社の乗り入れが多いので、やっぱり関西空港一番すごいかなっていう。ああ。だから誰に聞いてもみんな京都には行きますよね。京都ね、私京都電車で行けば20分ぐらいで行けるんですけど、この間自転車で行ってえらい目に遭いましたね。おしゃれ、自転車で行ったって、はい、紅葉の時期に行かれてたって話ですね。そうそう、自転車で、あ、そうだ、あの日鳥海さんと同じ日だったんだ、行ったのは。そうなんですよ。あ、そう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 、ね、そうですそうです、そうだそうだ、思い出した。自転車で行きっていう話ですよね。すごいな、ヘトヘトになりましたけど。さて、いろいろこう聞きたいことはいっぱいあるんですが、円安の中お得な海外旅行情報、はい、これからもし行くのであれば、はい、2箇所ちょっとご紹介したいんですけど、ほうほう、ですね、やっぱり供給量、飛行機の便数と座席数が多いところが、意外とこの年末年始値崩れが始まってきまして、この今になって、あ、そうですか、はい、まず韓国のソウル、ここがですね、成田空港からであれば12月30とか29に出発して1日2日に帰ってくるのであれば、はいはい、ほぼほぼ5万円台で航空券買えます。往復成田からですけど、その代わり往復で、年末年始の海外便なんてちょっと前はもう私の記憶で言うと、それはもう花から諦めちゃうぐらいでしたよね。ただやっぱりちょっと韓国と日本のまあ路線網が今すごい太くなってるので、ほう、まあそこにやっぱり埋めきれないってところもあって、やっぱりなんかそこまでっていうか、もう値段見てびっくりしましたけど、成田からもう普通に年末年越ししても5万円台で、成田空港からの韓国の航空会社であれば、それはお得ですね。取れますし、あとまあホテルもそこまで、まあ一泊2万とか2万5000円するかもしれないですけど、まあ二人で分ければ、まあそこそこの値段でいけるかなっていうのが一個と。私韓国そういえばずいぶん長いこと行ってないんですけど、今どうなってるんだろう。僕は7月に行きましたね。あ、そうですか。はい。もうでも全然もう普通ですよ、本当に。何しに行ったんですか？焼肉食べに行ったんですか？焼肉食べて、なんだっけ、ユッケ食べたくて。
あ、そうか、日本は、まあ、一応食べられる店は結構厳しくなって、ユッケなかなか限られた店しか出せないですけど、ユッケ出そうと思うとね、周りの肉を相当こう焼いて削いだりなんかして、うん、コスト的にとても合わないんですが、うん、韓国普通に食べられますね、ユッケとか。まあ、あとね、昔から行ってた店がどれぐらい残ってるかなっていう、なんかその生存確認っていうのはよく、やっぱりありますけど、はい。それともう一個はね、本当にこれは意外なんですけど、はい。辛坊さんも大好きなハワイ。はいはい。これがですね、今コロナ前よりも飛行機に関しては年末年始安いです。これは衝撃でした、僕も調べてて。12月29日出発。で、帰りが現地1月1日発で日本に2日に帰ってくる便で、ANA で今15万円で出てます。燃油サーチャージ空港税込み。全部込みで。15万円って高いように思うと思いますけど、でも、普通年末年始25万円から30万円が大体相場ですので、はいはい、昔よりも安くなっている。それは安いわ。まあ理由はおそらく ANA がエアバスの A380 って2階建ての520席の飛行機を今毎日2便成田ホノルル飛ばしてるんですよ。フライングホヌとかいうやつですか。フライングホヌ、そうです、そうです。ウミガメの A380。ウミガメのやつですか。はい。ブルーとグリーンとオレンジと3つあって、僕もちょっとオレンジが最後今年の10月飛んだんで、その時ハワイ行ってきましたけど、調べたらその日程で行くと15万円で飛行機が買えます。で問題はホテルです。で、ワイキキのビーチのいろんな有名チェーンホテルありますよね。うんはいはい、あそこに関しては今どんだけ安くても最低、1泊12万円以上どんなに安くてもついんでビルトンとかアウトリガーとかあいつですかとかあとシェラトンとかモアナサークルとか、はい、一泊今一泊12から13それがミニマムで下手するとそれガーデンビューっていうかシティビュー、オーシャンビューじゃない部屋で一部屋で2人泊まって2人宿泊ですか2人で宿泊でですが、ちょっと中に入り込んで、カラカウア大通りって、だからビーチ沿いにざーっと高級ホテルがあって、一、うんはいはい、本カラカウア大通りっていうのがあって、丸亀製麺がある通りの方ですよ、ね、内陸に入るともうちょっと安いホテル、はい、そうすると中には一泊2万5千3万円ぐらいのホテルは出てました。一泊2万5千3万円。でも、ね、あの辺のホテルってね、私昔に泊まったことあるんですけど、エレベーターで7階はしてんのに、うん、7階通って9階しか泊まらないとかね。結構ね、築年数は高いかもしれないですけど、まあでも、それでちょっと外せば、もうオンザビーチはちょっと諦めてもらいたいと思うんですけど、はあまあ、それはまあ、閑散期に行ってもらって、まあその年末年始に、このハワイに、まあ、うまくすれば3泊で、まあ、一泊二万五千として七万五千円部屋で、まあ二人で割って、まあ三万七八千とすると、まあ二十万切る形で、一応三泊五日ハワイ、今から行けます。年末年始のハワイでそれは確かに格安ですね。格安ですよね。はい、いや、ちょっとこれは意外です。だから逆にバンコクとかシンガポール行った方がもう高いですよ、今から行くんだったら。そっちの方で普通に往復15万円、20万円、普通に。そうですね。私ね、今年は調べてないんですけど、何年か前に、年末年始にじゃあ、タイのプーケットでも、ハワイは高いから、タイのプーケットでも行こうかと思ったら、とんでもない値段になってびっくりしました。今年は、今年もとんでもない値段です。なんかね、ロシアからの人がいっぱい来てたりなんかして、なるほど。ちょっと、私が知ってる一昔前とは随分事情が変わってますよね、そうですね。でも、東南アジアがもう昨年比と比べてももう3万5万上がってますし、台北、香港もやっぱり上がってるんだけど、ソウルだけがそこまで高くない。へあと、ハワイが落ちてる。アメリカ本土まで行くとまたそこそこ高い、もちろん。へなんかそんな感じのがありますね。そうなんだ。じゃあ国内どうすか？国内ですね。いろいろちょっと待つと、まあ混んでるのはもう今年はとにかく29日、30日の下りはもうものすごいピークですね。29日が金曜日で、ね、30日が土曜日ですね。この2日のもう午前中から夕方ののぞみはもう全部満席になってるという感じで、はあはあ、やっぱり28仕事納めって会社がかなり今年は集中してるかなと、ね、いつも以上に集中ですね、29、28木曜日ですね。はい、ここが納めになるかなっていう感じなんですけど、で、空いてるのは元旦です。どっちも、上りも下りも。元旦は月曜日ですかね。月曜日ですかね、はい。ここはもう、まあ、毎年そうですけど、行く人も戻る人も少ないってことで、ここは両方谷まで安いんで、そこを狙った方がいいなと思うんですが、ええ、で、ホテルの取り方として、はい、やっぱり皆さん複数で出かける方が多いの、ツインとかトリプルとか、まあ、広めの部屋をやっぱり望む傾向があって、ええ、で、シングルが空いてる、まあ、ビジネスホテルが特にそうですけど、
ビジネスホテルもツインが満室でも結構シングルが空いてるのがあるので、まあ、2、3人で出かけるときもシングル2部屋の方が取れる確率は高いです。だから、宿を検索するときは、2名一室じゃなくて、1名一室を2室とか3室とか、それだけで、料金結構そこで空きが出てくる可能性があるので、寂しいとは思いますけど、お金だけ考えるんだったら、シングル利用っていうのが一つの、その全般的な考え方として。それが、1月1日でしょ、うん、1月1日はお家でゆっくりしたいじゃないですかってみんなが思うからそうなるんでしょうねきっとね。そうですね、まあ、だから1日から出かけるっていうのがまあ一つありかなと、うん、そでまあ4日5日帰ってくるとだいぶ、まあ、やっぱり戻ってくると3日がやっぱりピークになりそうな感じ、2、3、4、まあ3、4がまあなると思うんで、うん、で後ろの3連休はもう結構空いてますね。今回5日を休むと6、7、8が3連休になるので、はい、中にはもうずっともう29から1月8日まで11連休取るって方も結構いらっしゃるみたい。あとはまあテレワークできる方は、まあ4日5日出勤扱いにして、まあテレワークって方もいらっしゃると思いますけど。で、この6、7、8の3連休はもう皆さん多分疲れてるみたいで、あんまり予約がそれほど多くないです。だからもう前半家にいて後半、まあお仕事あって、まあ木金、働かれる方も、まあこの6、7、8で旅行行くっていうのも手かもしれないですね。なるほどね。で、究極に安いのは、やっぱりこれも昔からある、もう青春18切符。ええ。まあ、これはやっぱ年末年始全部使えますから、ひたすら各駅快速で行くんであれば、5枚綴り12,050円っていうのが、まあ、だから2410円ですね。1日1回あたり。大阪までまあ頑張れば。青春18切符っていうぐらいだから、18歳までしか使えないってことなんじゃないですか。誰でも使えます。誰でも使えます。貧乏さも使えますし、あと国籍も取れません。青春18じゃないじゃないですか。青春のような形で旅をしましょうっていう、やっぱりそういうね。若者、その、やっぱり、の列車に揺られて、ガタンゴトン行きましょうっていう、ね。でも、それって、青春18歳の人はいいかもしれないですけど、高齢でそれを使うのは、体力的にきついですね。ですだから、例えば、東海道線とか、宇都宮線みたいな、グリーン車、普通列車、グリーン車ついてるところは、結構、それで皆さん行く方多くて、そうすると1800円とか1000円足せば、そこまではその青春18切符使いながら、グリーン車に乗るっていう形で行くけど、グリーン車ないとこになっちゃうと、結構やっぱりそこからきついっていう形は。沼津ぐらいまではグリーン車があるので、なるほど、うん、行くことができるかなっていう感じはありますけどね。まあでも、うん、そういう機会に自分の体力を試してみるというのも、いや結構試してるじゃないですか。もう今十分十分。私先週末体力試してヨレヨレになったんですね。あダメだわ。ほどほどにしないと、ね。いやそれで後で逆に言うとちょっともしここ我慢してもらえれば、はい、まあ我慢しなくてもいいんですけど、ええ、来年の2月に JR 東日本がまたすごいお得な券を出してきたんですよ。はい。で、これ、キュンパスと言って、キュンパスっていう名前で、キュンキュンするキュンですね。キュンですよ、はい。キュンじゃなくてキュンですね。はい。で、これがですね、平日限定で2月14日から3月14日の平日で、JR 東日本だけですけど、まあ、昔ここでも JR 東日本パスっていうのを紹介しましたけど、それの今度平日1日版で1万円で買えますと。ほほ1万円で、まあ、青森、秋田、もちろんそっちまで山形、新庄とかも全部、新潟とか行くことができて、まあ、日帰りで帰ってきても1万円ですし、まあ、行き帰りそれぞれ買って1万円ずつっていうのがで、これやっぱり大盤振る舞いなキャンペーンですので。新幹線ですか？新幹線乗れます。指定席が2回まで、自由席は何回でも乗ることできる。平日に。で、これ1万円なので、ね、金曜日、あ、すいません、金曜日も番組なんですね。そう、そうなんです。よくご存知で。あ、平日限定で。平日限定です。慎吾さんは金曜日行けますよ、ね。1回買うと何回でも乗れるんですか？なんか、その日のうち全部乗れますと。その日のうち？その日のうちですね。はぁ、はい。なので、ただ、14日前までにチケットを、これ、駅ネットって、JR 東日本のホームページで買わなきゃいけないんですけど、それで、日にちだけ14日前までどうしても確定はしなければいけない。まあ、これだけちょっと条件になりますけど、まあ、それさえクリアできれば、指定席はまあ、ギリギリで取っても大丈夫なので、行く日だけ2週間前まで決めてもらえれば、1万円で、青森、秋田、山形、仙台とか、新潟、長野とか、みんな行くことできますので、もう仙台片道で1万円超えますから、うん、もうそれ以上行けばお得ですね。お得なので、これはちょっとぜひね、使っていただきたい。うん、でこの番組で本当 JR 東日本バス去年今年やった3日間乗り放題2万3000の話、結構なんかラジオのリスナーの方で行かれたって方もね、行かれた方いらっしゃってですけど、これもちょっとまたね、いいので貴重な情報なんですけど、はい、そうですね、なかなかねそういう情報って。わかるようでわからないですよね。自分でね、こう調べに行かないとなかなか手に入らないんでね。うん、今日でそうだ、それで思い出した。それで思い出した。え、そうですよ。それで思い出した。鳥海さん。はい。
とある雑誌の調査によれば2024年にブレイクする男性タレントの2位に入ってますが、ありがとうございます。鳥海さん、いつからタレントになったんですか？なんかね、おかしいんですよ、これ。これ、フラッシュ、先週の火曜日出たやつだと思うんですけど、でもなんかね、その記事を読むと、僕と3位が丸山ゴンザレスさんって危険地帯行かれているジャーナリストの方。はい、で、その2人はね、死って入ってる鳥海高太郎氏、丸山ゴンザレス氏ですけど、はい、他の方はまあ、継承略でなってましたけど、タレントじゃないじゃんっていうところと、僕はもう今年がピークだと、去年今年がピークだと思ってるので、もうここから下がる一方だと思ってるので、ちょっとどうか。まだまだ勢い続きます。タレントさんの中で堂々の2位ですからね。タレントじゃないです。そうですよね。1位、ジョニー・志村。モノマネのね。4位、リョフ・カルマ。ラッパーの。5位、レッツゴー吉政。呂布カルマさんやレッツゴー吉政さんを抑えて第2位、堂々の第2位、鳥海高太郎。大手広告代理店がなんか揃えた資料とかなんか書いてありましたけど、まあでもね、ちょっとその解釈がね、まだ自分も理解できてないし、でもその前の週に有識者コメントで、この雑誌にコメント出してて、でもこれ全然知らなかったっていうか、乗って3日後ぐらいに知りましたけど、いやテレビ見れば出てますもん、最近。すごいですね。なんか、今年儲かった、そんなに儲かったんですか？いや、全然全然。ただ、辛坊さんのおかげで、間違いない。講演会は辛坊さんのおかげなんです。いやいや、そんなことない。いやいや、本当に地方で、それを聞いて、お呼びしましたっていうのは、本当年に4回ぐらいありますよね。年に僕、大体20から30ぐらい講演させていただいてるんですけど、まあ、大体そのうち4、5回は大体辛坊さんの聞いて。20から30講演ですか。わかるよ、これ。多分もうね、辛坊さんのね、10分の1ぐらいだと思うんですけど。やめてください、そういうこと言うの。辛坊さん、そう、ライドシェアって結構かなって、はい、ちょっとこの問題、ちょっと辛坊さんと話したいなと思ってまして。どうぞ、ライドシェア、行ってください。で、今、まあ、4月からこの、まあ、タクシーに紐付けるっていうのがあったと思うんですけど。もう今週大きな一面出ましたね、はい。そうですよね。で、それよりも今問題なのが、成田空港に、まあ、もうすでに白タクが多いっていうニュースが一つあるのと、もう一個は大手の海外の旅行サイト、ブッキングドットコムってところが、まあ、そこが普通に空港から街中ホテルに送りますっていうサービスを、まあ、やってて、それが全部白タクだったと、それ全部ではないけど、ほとんどが白タクだったと。で、そのまたそういうニュースが出てきて、はい、で、この、まず俺こっちを片付けないと、この、なんかタクシー会社がやるってことも、こちらもこれでまあやって、まあ最終的には、まあ、海外みたいな感じになってくるっていう、まあ流れだと思うんですけど、ちょっとね、この白タク問題が想像以上に根深くなってきてる。いやだって私がもし中国語がネイティブでできる中国人だったら、うん、中国語のサイトを作って、中国人しか見られないサイトで、自分のマイカー使って、成田から、東京までいくらで運びますよって、うちのバス、マイクロバス乗り心地いいっすよって、そういう商売誰でも考えますよね、そら。そうですよね。だから、で、皆さんそれ別に、だから乗ってる方は、その普通に予約が受け付けられてやってるから、うんうんもう仕事っていうふうに、全くだから、思わないよね。ホームページ僕見ましたけど、全くそう思わないちゃんと作りになってると、ちゃんと合法だというふうに思って乗られる方は予約をしてて、それが白タクだったっていうケースが、またちょっと新たに今出てきまして。そうなんですよ。なんか、事実の方が先行しちゃってる感じですね、これね。そんな中、タクシー業界に、まあ言うや、まあ私なんかの考えで言うとね、まあ、やっぱり、タクシー業界の人たちはいっぱいパーティー券とか買ってんだろうな、とか思っちゃうんですよ。そこまでね。俺券買ってないし、ね、だから、まあ、どっちの方を向いて政治をやるかというと、やっぱりパーティー券買ってくれる方向を向かって政治やるよな、とか。やっぱり消費者を見てほしいなっていうのが、やっぱり。おっしゃる通り。だから、ね、そう、だからタクシーが足りたくなければ別にライドシェアは、まあ、ある程度あるけど、今足りなくて、もうどこの駅にももうタクシー止まってないっていう、はいそれで困ってるっていう状況をタクシー会社が解決できないんだったらもう僕はライドシェアやるべきだと思ってるし、でもタクシー業会社にまず紐付けてじゃないとできないっていうのが、辛坊さんどうなんですかね。そうですね。だから要するにタクシー業界の人手不足解消にはつながるかもしれないけど、一般国民の利便性向上には、これ今のやり方ではつながらないですよね。うん、ただまあ二種免許は取らなくて良さそうな感じな、それだけはまあ良かったかなっていう。うんそうですね。それであと保険の問題とかそういう安全の問題をどう担保するか。そもそもね、これだけ GPS のカーナビが普及し始めてるのに、二種免許取るっていうかタクシーの運転手さんになるのに、地理試験みたいなやつをパスしなきゃいけないっていう。うん
で、地理試験パスしてるから地理が分かってるかっていうと、この間私ね、浜松町でタクシー拾って、すいません、東京駅お願いしますって言ったら、ちょっと分かんないっすねって言われて、浜松町で東京駅分かんねえか、よく免許取れたな、あんたっていう。はい、そういうこともあります、はい、さあそろそろお時間なんですけれどもね、今日はあの YouTube チャンネルの鳥海高太郎の PTA チャンネルも絶好調、1万人ね登録者、はい、それだって2020年にブレイクする男性タレント第2位だもん。それ大丈夫ですかということで、来年もこの番組を見捨てないでよろしくお願いいたします。こちらこそ呼んでください。お願いします。ありがとうございます。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。12月20日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。さあこの時間はズームミュージックリクエストにお答えしてまいります、はい、ありがとうございます。今日のお題は、子供に将来何になりたいかと聞いてサッカーボールと言われた時に聞きたい曲という難題でしたけれども、たくさんいただいております。埼玉県秩父市の60歳の男性、柿沼さんの同業者さんです。着物屋さんですね、はいはい、大きくなったらサッカーボールになりたいなんて凡人には思いもよらない天才ならではの発想ではないですか。天才といえばこれしかないでしょう。天才バカボンのテーマお願いします。あ、西から昇ったお日様が東へシーズームってやつですね。です、はい、ありがとうございます。葛飾区の59歳男性、葛飾区北斎さんは、今ではサッカーといえばキャプテン翼でしょうね。小生の世代だとサッカー部を舞台とした学園ドラマ飛び出せ青春です。あったあったあった主題歌である青い三角定規の太陽がくれた季節をリクエストします。懐かしい。私ね、うん、あのシリーズをね、毎日夕方4時からリピートで放送してた時代があるんですけど、はい、もうダッシュで学校から帰って4時からテレビ見てました。好きだったんだ。はい、好きだったんですね、夕日が丘の総理大臣とかね、そのあたりね、ちょっと青春のね、総理が色濃く感じられるドラマありましたよね。墨田区の65歳の男性、六三さんは、サッカーボールになりたいなんて、なんて正直な息子さんなんでしょうか。正直者ということで、オネスティー、ビリー・ジョエル。ビリー・ジョエル。お願いします。なるほど。うん。そして、茨城県取手市61歳の虎のしっぽさんは、将来の夢、サッカーボールというのは、大物になられた時に伝説ですね。確かに。スターダストレビューで夢伝説なんていかがでしょう、はい、さっきね、あの根本かなめさんのラジオ好きだっていう話をしましたんで、うんうん、忖度してくださってありがとうございます。ありがとうございます。そして秋田県の大館市からは、小松田もんたさん65歳男性の方、将来何になりたいと聞いた時サッカーボールと答えた時に聞きたい曲は、人がサッカーボールになるのは奇跡ですよね、ということでカンさんの奇跡をお願いします。グリーンじゃなくてカンさんも歌ってらっしゃるの奇跡という、はい、はい、忖度していただいてありがとうございます。本当ですよ。こちらの方もね、新潟県上越市52歳のスーパーカブブンブンさんも、はい、大人になり社会に出て生きていくとサッカーボールのように丸くなり忖度を覚えますよね。なるほど私も忖度します。リクエスト曲は勘、愛は勝つでお願いします。いや、皆さん本当にありがとうございます。本当ですよ。本日のズームをミュージックリクエスト、勘、はい、愛は勝つ。まあ忖度した甲斐がありましたね、この方ね。はい、ありがとうございました。大人の世界で選曲させていただきました。エンディングでお届けします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けておりますので、お好きな時にお好きなタイミングでお寄せください。メールは zoom@1242.com、 X で参加される方、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。小泉法務大臣が二階派に退会届を提出し受理される。検察庁を所管する小泉法務大臣と中野法務政務官は、所属する二階派が東京地検特捜部の家宅捜索を受けたことを踏まえ、今日二階派に退会届を出し、それぞれ受理されました。うん、
まあ、日会派の大臣は万博担当大臣の自見さんとそれから法務大臣の小泉さんと2人いらっしゃったんですが、はい、結果的にですね最初今回の不祥事が出て岸田総理は、安倍派は全員クビにするって言って4人の大臣5人の副大臣6人の政務官これ全部クビだって言ってたのが、はい、安倍派からの反発でいや6人の政務官の中でキックバック受けてなかった人たちもいるし1年生もかわいそうだからっていうか安倍派の反発でまあキックバック受けてる人はやめてちょうだいねみたいなことになって、うん、政務官6人のうち1人だけ辞めて5人は辞めなかったんですよ、はい、結果ねそれが一つの今回言い訳になるのが二階派にも出てきちゃったわけですよ。そうすると安倍派だからって言って全部首切ってたら二階派も全部首切らないと辻褄合わないじゃないですか。だけどあの時に、まあ、全く関係なかった人の首まで取るのはっていうことで、本当は安倍派からの圧力を受けただけの話なんだけど、結果的に政務官5人の首繋いだんで、今回も整合性が取れないっていうところを若干緩和する。それでも整合性は取れないんですけどね。安倍派4人の大臣首にして、たんですが、一人はキックバックには関わってなかったはずですから、そうするとキックバックに関わってるか関わってないか関係なく派閥のスキャンダルで大臣全部首取るにするんだったら、自見さんもそれから小泉さんもそれは二階派だということだけで首にすべきだって話なんだけれども、まあそういうところの反発を抑えるために、小泉さんと、自見さんはまあ派閥を離脱すると。まあ、自見さんに関して言うと、まあ、意向を示しただけで、まだ離脱してないはずですが、はい、小泉さんは、まあ、辞めると、二階派に退会届を出して、それを受理された。と、はい、いうのは、やっぱりですね、万博担当大臣と法務大臣とでは重さが全然違うのは、法務大臣っていうのは、検事総長に指揮権を持ってるわけですよ。今、ニュースの原稿にもありました、指揮権って何かというとですね、まあまあ、今回は東京地検特捜部が調べてますよね。はい、東京地検特捜部、まあ、検事たちですね。それの親分が検事総長ですよ、うん。で、法務大臣っていうのは、検事総長に対して指揮できるわけです。つまりもうその捜査やめろって言えるわけですよ。そんな例があるのかというと、あるんですね、これが。後に総理大臣になって、総理大臣になったどころか、ノーベル平和賞までもらっちゃった佐藤栄作っていう人がいるわけですね。まあ、今はもう歴史上の人物だから、当時を知らない人は、なんか総理大臣、日本の総理大臣で、ノーベル平和賞ももらった、受けた、偉い人っていうイメージを、うん、はい、まあ歴史上の人物としてしか知らない人はそう思ってるはずですが、ですね、現役時代マスコミにくっそみそに叩かれてたのを知ってると、で、その佐藤栄作さんという人が、総理大臣になる前、自民党じゃなくてね、まだ自民党ができる前ですね、自由党と民主党かなんかって、合同して自民党かなんかですから、自由党時代ですよ、はい。幹事長だったんです。佐藤栄作幹事長、はい。この時にですね、一大贈収賄事件というのが勃発したんです、ね、で、贈賄側はザーッと逮捕されたんですね。で、金を受け取った政治家の側も逮捕したいなーっていう話になったんですが、はい、うん、この時に、あろうことか法務大臣が、うん、検事総長に対してやめとけって言ってですね、指揮権発動ですよ。そんなことって。これで佐藤栄作という自由党幹事長は、とっ捕まらなかったんです、で、これでとっ捕まってたら多分後に総理大臣になることはなかったし、ノーベル賞を取ることもなかったと思いますが、でしょうね、実は贈収賄罪の収賄側、お金を受け取った側で逮捕直前まで行ったんだけれども、法務大臣が指揮権というのは発動して捜査やめさせちゃったんですよ、はいはいはい、うん、これが指揮権発動って言ってですね、はい、その後も何回かやっぱ法務大臣が指揮権発動するんじゃないのっていう、そういう憶測を呼んだタイミングって何回もあったんですが、さすがにね、1950年代と違うんです。今時そんなことしたら大騒動になりますよ、ね、このタイミングで法務大臣出てって、捜査全部やめってことですよ。それがでも法務大臣というのはできるポジションなんですよ。で、その法務大臣でそれができるポジションの人間に今回家宅捜査が入った二階派の人がいるとなると、それはちょっと世間的に通用しないじゃないですか。ほだもんで、ちょっといくらなんでもそれ法務大臣に二階派はないんじゃないのか、
とっとと首にしろよっていう圧力がずっと岸田政権にかかってたんだけども、ここで、じゃあ二階派の大臣も二人首にするとなると、もうなんか、歯止め引かなくなってですね、次にこういうスキャンダルが出るたびにみんな首にしていったら、おい、誰も残りませんでしたみたいなことになりかねないということもあって、もうだから安倍派だけ切ってもちょっと、二階派までこれ次々首切るわけにもな、っていう状況に追い込まれた中で、法務大臣の側が、うん、二階派の人が、とりあえず派閥抜けますっていう、うん、で自民党の派閥って何のためにあるかというとですね、これも今を生きてる人と私みたいに世代の古い人間とはちょっとだいぶイメージが違うんですが、私は派閥全盛期を知ってるわけですよ。派閥全盛期って何かというと、小選挙区っていう選挙制度ですね、今は。だから一つの選挙区から、自民党だったら一人しか立候補しないわけですよ。だから小選挙区で一人しか通らないのが分かってんのに、一つの選挙区で自民党が二人とか、立憲民主が二人とかありえないわけですよ。それぞれの党が一人ずつ立てて戦いますよね。最終的に通るのは一人しかいないわけだから。そうですね。ところが今の小選挙区の前は中選挙区って言ってですね、一つの選挙区から5人通るとかなんです。はい、はい。5人通る。となると議会で過半数を得るためには5人区だったら3人自民党でも少なくとも3人立てて3人当選させないと過半数取れないわけですよ、うん、トータルで、はい、うん、そうすると5人区の時に自民党で3人候補者を立てましょうっていう時に党同士の戦いにはならないですよね。だって主張みんな同じ自民党なんだから。そうですね。で、自民党同士の戦いになって、うん、じゃあ誰を候補者にするかっていう時に、派閥が調整するわけです。あ、だから何々派から一人、はいはい、何々派から一人、はいはい、何々派から一人、うんうん、有力派閥に入っていると立候補できるけれども、そうでないと立候補できないと。そういうその中選挙区時代の立候補者調整の役割というのが派閥にはものすごく大きい意味があったんですが、今は小選挙区の時代ですから変わっちゃってますからね、制度がね。そうなんです。だから小選挙区になったら、だからまあ派閥の力よりも党の力が強くなる。だから自民党の幹事長の力は中選挙区時代より圧倒的に強いはずです。はい、というのは、最終的に誰を候補にするかは自民党の本部で決めますから。一人だから立てるのは一つの選挙区。はい、だから派閥の意味も随分変わってきてるんで、まあいつまで今、中選挙区時代の派閥政治みたいなものを引き継いだ政治をやるんだっていう。だから、岸田さんなんかはここで温度を取って、やっぱり政治資金改正法で今もいろんな穴になってて、大きな声では言いませんが、どうやら水面下で見てるとですね、今回金キックバックで受け取った側の政治家を逮捕するというのはものすごく困難みたいです。そうですか、そこまでは及ばず、法律に穴があってですね、言い訳聞いちゃうんですよ。こんなもんで、政治資金改正法のここにこんな大きな穴がありますから、ここは具体的にもその穴が見えてますからね、ここはなんとか改正しますとか、派閥は解消しますとか、総理としてまさに指揮できること、それはまあ例の指揮権ではないですけれども、リーダーシップを発揮できるところがいくらでもあるはずなのに、なんでこの人はやらないかなっていう、だからなんとかメガネとか言われちゃうんだよ、本当に。ね、いろんな風に揶揄されますけれども、まあいい、はい、まあ、よくないんだけど、そうですね、まあ、問題ではありますね。時間が来ちゃったからとりあえずいいか、はいはい、今日最後のズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのはスーパーカブブンブンさん、新丸子の不動産屋さん、小日正さん、ゼンババさん、3940会さん、勝子さん、アメンボマンさん、足立区の楽太郎さん、8人の皆様からのリクエストです。カン愛は勝つ、リクエストありがとうございました。元気出ますね、うん、よかったですね、忖度受け入れてもらえてね。本当に聞きたかったんですよ、ちょうどね。だってカンさん11月12日に亡くなられたんですが、今年の、はい、うん、61歳ですから。そうですよ、まだ今はやっぱり61歳って若いなって、うん、ちょっと前なら61歳っていうと、もう55歳から年金もらえた時代がありましたからね、昔々。そうですよね。ちょっと引いてしまいました。私も60歳から年金もらって、楽隠居するつもりだったんですけども。人生わかんないもんですね。本当ですね。まあ、61歳の若さで。だから61歳の若さで亡くなったっていうのは、表現としてそんなに違和感ないですからね。うん、うん、そうですね。もう若さで亡くなったって、例えば28歳の若さで亡くなったみたいな、そういう表現が、61歳の若さで亡くなったと30年前には絶対言わなかったんですよ。あ、まあ確かに今はね、普通に今は本当ない。今は普通に61歳の若さで亡くなったって、そうだよね、若いよねって。
そういう時代ですからね。だから67歳の辛坊さんもまたまた頑張っていただきますんで、はい。お聞きの日本放送、この後夕方5時30分からは伊集院光の種をお送りします。今日のメールテーマ、鳥と私とだそうです。パートナーは日本放送前島香音アナウンサーです。鳥と私と、鳥と私と、へ、うん、6時からは鶴子師匠美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト。鳥との思い出はないな。私いっぱいある。一人暮らしの頃ね、鳥と暮らしてた時期があるんでね。え、伊集院さんにお話ししたいぐらい。会話したいんです。会話もしてたんですよ、よく。いや、それで言うとね、うん、今とんでもないことを思い出してしまいましてね。何ですか。いいです、先言ってください。明日の飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんで、このズームそこまで言うか木曜日ですから飯田さんの登場です。何を思い出したかというとですね、うん、めっちゃ寒かったんですよ今朝、はいはい、思わず浴衣つけてね、うん、そのまま出てきちゃった。もったいない。ここまでは辛坊治郎と松山さやかでした。明日もどうぞ。